こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私、人生で初めて山口県に来ておりまして、初めての県に来るとどうしても探してしまうのがレトロ自販機ですよね。検索してみたらやはりこの山口県にもありました。どうやら長沢ガーデンという場所だそうでございまして、よく調べてみましたら歩いたら1時間半くらいかかるんですけども、タクシーなら12、3分だそうなので、タクシーでとりあえず近くまで向かってみたいと思います。いや、面白い自動販売機、レトロ自販機っていうのが あれだよ、はい、うどんじゃろ。そうです。あ、よく食べるんですよ、僕は。あ、そうなんですか、お好きなんですか。美味しいうどんが。やっぱそうなんですね、はい、僕初めてなんですけども、いっぺんに300円ドロドロって入れたらダメなんで、ね、コツがあるんですね。あれ、よく入れたら詰まるんで、ね、昔の自販機だから。なんか美味しいんですよね。美味しい、美味しい、結構ね。僕もね、夜行った時はね、はい、食べて帰るんですよ。あ、おつですね、やっぱり。元はね、その辺に機械がもう一つあったんですよ。え、そうなんですか。あの結びもね、ぐるーっと回っちゃう200円くらいだったかな。おむすび、あのわかめむすび、なんかわかめが流行ったね、はい、むすびがあるよったんですね。その自動販売機は故障しちゃうんだよね、今。あの筐体自体はあるけど、あ、あるな、ある、あるのはある。ぐるーっと回ってね、はい、手を突っ込んでけど取るような。面白そう。あ、うわ、出た、これですよ。これです、これです、これです。あのインターネットで、はい、うわ、嬉しい、これた。はい、車いっぱい止まってるじゃないですか。うわ、ここ自販機ね。さあ、やってまいりました、長沢ガーデンさんでございますが、これもうね、絶対いい場所。なんかこの外観からしてすごく素敵で、色味もテンション上がりますよね。ピーとフォーク、ナイフ、そしてカップのこの絵、これ車で走ってたら絶対入っちゃう場所じゃん。こう進んでいきますと、こっちにありますのは普通の自販機、ちょっとでかいヤクルトがあるというのは、見逃せませんが、ヤクルト5もあります。でもまあここら辺は至って普通の自販機ですね。これもそう、カップのドリンクの自販機であったりとか、コーヒー系、お茶系の自販機、アイスの自販機、うん、これ美味しいやつ、食べきたら食べちゃうやつで、こちらはこれもコーヒーとかお茶とかスポーツドリンクで、紅茶とかジュースがある自販機。これはまず普通のラインナップでございまして、こう見ると板さんの店、長沢ガーデン、美味しそうなレストラン、レストランもあるんじゃん。待ってよ、聞いてないよ、こういうレストランなの。刺身定食とかあるレストランなの。ちょっと思ってたのとは違う、すごくね、旅館飯がだから食べられるんだ。天ぷらがこんなに大きいなんて聞いてないんですけど、天ぷらそば、カツカレーとか、いや、いいね。わー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 、洋定食でこんな感じ。ヒレカツとかもあるよ、ヒレカツもあるし、ナポリタンもあるよ、海鮮チラシもあるよ。やっぱ海の幸もふんだんに食べられるっていうラインナップ。そんでこの板さんのお店から引いて、こう来るとソフトクリーム屋さんであったり、手作りカレーもある、牛肉たっぷり、野菜たっぷり、じっくり煮込んだ手作りカレーで、ソフトクリーム、この味のある建物の感じが絶対いいんだよね。屋根のある自販機のこの感じもいいよね。これ素晴らしい、素晴らしい。こういった木が生えてる道、通りたくなる道もありまして、歩いてみますとこういう景色も楽しめるという、こういうこと。松も生えておりまして、山が向こうに見えるといった状況でございます。そろそろ見ちゃう、レトロ自販機の方見ちゃおうか。もう我慢できなくなってきた。こっちですね、はい、もうここでしかないでしょう。まずはボスの自販機、これもジュースとコーヒーとか紅茶ですが、はい、来た、うどん自販機、24時間おうち長沢ガーデン手作りの出汁で作っています。ほら、うどん美味しいんだよ。天ぷらうどん、肉うどん、
チンね、うどん、肉うどん、肉うどんはどっちでも買えるんだ。やっぱ人気なのかもしれないね。でさっきも言ってたように、これがもう稼働してない元おにぎりの自販機かもしれません。では買いましょうか。せーの、はい、よいしょ。1枚ずつゆっくりね。危ねえ、人の売り切れじゃん。危ない。はい、はい、来ました。あ、蓋はもうない。蓋はもうここないね。ペラペラできないんだ。出ましたね、おうどん。出るところはね、出るとこ取れたか。あっちち、それ熱いですよね。あ、すいません、え、申し訳ありません。美味しそう。お箸いただきます。お箸と、はい、唐辛子。ありがとうございます。すごくお母さんも素敵な方で、だし多めで色が薄めですけども、レトロ自販機あるあるで混ぜたら結構濃くなるっていうこともありますから。で、肉うどんと言いながら今のところ肉はありません。まずこれちょっと減らすところから始めないと話にならないんですけど、いただきます。今のところあっさりだしで、ちょっとね、脂っこい。今味はあっさりと言いましたけども、ちょっと飲んだつもりですけども、まだまだなみなみ入ってますね。で、お肉は、お肉は、お肉どこよ。あ、いたいた、あ、来た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 。さすが肉うどん、やっぱありましたね。お肉隠されてました。混ぜたらもうちょっとお出汁が濃くなっていくイメージもあります。ほらほら、あ、濃くなってきた。ただあんまり豪華には混ぜられない、こぼれるから絶対に。で、そんなこと言いながら、まずはお肉無視してうどんだけでいきましょう。混ぜてね、色は濃くなった気がするんですけども、やっぱりお出汁自体は薄めなのか、お湯が多いのかっていうことなんですけども、意外とね、他と比べたらさっぱりいける味わいって感じがします。うまいね、間違いないね、この雰囲気で食べるうどん。ではいよいよお肉も一緒に食べていきますか。見るからに柔らかくほぐれそうなお肉なんですけれども、意外とほぐれるだけじゃなくて噛み応えもしっかりあるお肉でございまして、ぎゅう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 旨味が出てきます。では唐辛子の方もささささささっと、これで一気にすすり上げていきましょう。はい、ここまで来ましてびっくりしました。玉ねぎ柔らかそうなの入ってましたね。これいいね。あとここに加えてナルト、ナルトが結構2枚入ってますね。普段はラーメンのところでお見かけするナルトが入ってまして、漫画の方のナルトと一緒で忍びのものって感じになってます。ごちそうさまでした。そんなわけで食べてまいりまして、今ね、夕暮れ時の本当にちょうどいい風合いになってきました。この感じまたいいよね。ついつい立ち寄りたくなるこの感じ、トラックが横切るこの感じ、これなの。すごく名残惜しい。わー、バイカーさんの感じも、もうバイクで来て立ち寄るのね。そういうことだよね。みんないい楽しみ方してらっしゃいます。あららららら。で、旅館の旅費が1泊2900円、温泉390円ということで、2900円で泊まれてこの自販機味わえるんだもんね。で、なんとこちら Wi-Fi も使えるという徹底ぶり。来るときはタクシーで来たんですけれども、帰りはですね、駅まで歩いて電車で帰ろうかなと。これ今日のおまけ動画として、ただ綺麗な風景になっちゃうかもしれませんが、待って、駅までの道ってこんな険しいの。待って、このくらいの細道通っていかないと駅に着かないの。というか電車来ないでしょ。だとしたら、よいしょ。さあ、とうとう踏切が出てきました。おお、ってことはもう向こう駅だ。さあ、着いたっぽいです。30分くらい心細かった。よかった、明かりがしっかりある場所に久々に来た感じ。よいしょ。え、なになに、え、電車来る、電車来る。
電車来るかも。はい、なんで、なんで電車来るかも。はい、危ない危ない。あ、電車来る。よかった。はい、これ、はい、これ。誰もいない。あ、すごい。気持ちがいい。あ、すごい気持ちがいい。うわで、ちょうど電車が来る。来た。ちょっと待って。